どうもジョージアルヒの野口です。やっと言えたよ。今私はどこにいるでしょうか。楽屋です。なるたけね、この他の方が映らないように動画を撮るためにめちゃくちゃ早く着灯しております。出演者誰も来てないから。最近本当に動画が全然撮れてなくて、この日々 YouTube ライブに付き合ってくださっている方、本当にありがとうございます。大失敗しながらもね、なんとか続いております。まあ今回はその失敗についてはちょっと触れないんですけど、あ、YouTube 撮ってます、すいません。まあ、僕はね、もともと劇団四季で6年間俳優をやっておりまして、現在ではジョージアっていう国の伝統舞踊、ジョージアンダンスっていう踊りの現地の舞台に立った唯一の日本人として活動してるんですが、今はミュージカル煙突町のプペルっていうのに出演中でございます。もともとスタッフだったんで、めちゃくちゃちょっとしか出てこない、ほぼスタッフなんですけども。ってことで今回はね、ミュージカル煙突町のプペルの劇場で動画撮ってみた。よいしょ。ちゃんと許可取ってますよ。許可取んないとボコボコのジャガイモにされちゃうから、もう北海道産の群馬産から。頼むから静かにしてくれよ。ってことでね、劇場潜入していこうと思います。それではやっていこう。まあ、潜入っていうか毎日来てるんですけどね。楽屋なんですけど、最初からこっちで撮っときゃよかった。後ろに藤森さんとか宮川さんとか岡さんとか吉原光雄さんの鏡前があるんで、あの位置から僕の席から撮るとなんか全部映っちゃう。そういうのがねあるんですよ。やっぱり視聴者の皆さんね、こう思う人多いと思うんですよ。どうせミュージカルに出てるんだったらどんどん動画撮ればいいのに、なんで撮らないのってね。ちょっと今日はね、なんでこういうミュージカルの稽古とか劇場で撮影がなかなか難しいのかっていうことについてちょっとお話ししていこうと思います。まあ、やっぱりね、作品の裏側とか結構気になりますよね。稽古の時も撮ろうと思ったんですけど、問題はね、誰も撮ってない。 YouTube やってる人がみんな撮るのかなって思ってたら、なかなか撮らないね。まあ今回に関しては藤森さんが、動画を回したら僕も回そうかなと思ってたんで、ギリギリでね、藤森さんが動画撮るってことでね、千秋楽の前日なんですけど、僕も動画回していこうと思います。撮れるよね。衣装ステンダーっていうのがございまして、こちらがね、私の衣装でございます。異端審問官っていう、まあ役なんですけど、野口さんっていう名前がございまして、こんな風に衣装がセッティングされてます。もともとね、劇場に使うような建物じゃないんで、こういうのがいろんなところに置物みたいに置かれてる。今回のね、煙突町のプペルってミュージカル、プロセスエコノミーっていうのを売り出してるんですけど、プロセスエコノミーっていうのは簡単に言うとね、作品の完成形だけを販売するんじゃなくて、生産過程も商品価値を付加してプロジェクト全てをマネタイズしていこうっていう画期的な形でございます。まあ、当たり前の話なんですけど、キャストが勝手に動画撮ってあげることってできないんですよ。ジョージアだったら話は別なんですけど、こういったミュージカル作品って作品だけじゃなくてキャストさん一人一人にも大きな価値がついてるんで、事務所とかね、まあ、めったやたらに映すわけいかないんですよ。僕の都合でね、もう動画撮りまくろうもんなら一瞬で迷惑 YouTuber ですね。なりたくない。いつもね、楽屋とかこのすぐそばに大先輩方がいらっしゃるんですけど、さすがにね、先輩方、僕の動画ちょっと出てくださいよとは言いにくいですね。まあ全力で出ていただきたいんですけど、まあ今日はね、ちょっと撮れそうな箇所だけをね、どんどん撮っていこうと思うんですが、いろんなとこ行ってみよう。これまた珍しいパターンですよ。これあんまりありえないね。2階客席でございます。普段ここでいろんな方がストレッチをしたりね、開演時間になったら皆さんがいなくなってお客さん行ってまいります。すごい、こっち側からも。ミュージカルのいいとこってあれですよね、客席が違うとまた景色が全然違うっていう、見えるキャストとかも違うっていうのが。このね、一つ一つが凝ってるんですよ。煙突町を演出するためにランタンをね置いてあったり、一階客席、
かも一つ一つがめちゃくちゃこだわってて、あちにバンドの席が生バンドでお送りしております。こちらバンドメンバーの席で、ありがとうございます。生バンドはついてんですよ今回。ベースのマサ君とアントニオ役のルカちゃんです。ドラムのルカさんのはずに、あのアントニオ役です。本日もよろしくお願いします。お願いします。あ、出て大丈夫。 YouTube もちろんです。もちろんです。出してください、出してください。さあ、皆さんは何の人たちですか？煙突掃除屋です。煙突掃除屋の皆さんです、はいはい。こちらね、客席でお客様のサポートとか太鼓叩いてるね、パーカッションか、はい、隠れたこのフペルの魅力、配信には映像映ってるちょっと待って、私映ってないんですよ。映ってます。ちょっとぜひ探してみてください。精進ダンスラボさんの秘蔵子たちです。精進先生に伝えたいこと。これ以上私たちの悪口を言わないでください。優しくしてください。 OK、ありがとう。先生に伝わるようにチャンネル伸ばしますね。はい、劇団四季で一緒にやってた杉原ゆりなちゃんです。今日の意気込みは？今日の意気込み、あと3回なので精神誠意頑張ります。はい、頑張る。さらよろしくお願いします。お願いします。先輩方がアップしちゃいます。りねりさんとかーくん、ロビーでやるしかないやね、やっぱりね。小石さん、はい、今日は動画撮られるんですか？今日なんか、はい、配信もあるので、あら、ちょっとそれをみんなに知ってもらえたらいいなっていうことも兼ねて。ああ、宣伝のための。いや、宣伝って言わないで、そんな。みんなに知ってもらえたらなっていうね。いや、でも本当野口くんにはね、マジで一番世話になったよ、ね。いや、何を言ってるんですか。まず僕のスコップの代役もやってもらったでしょ。そんなこと言ったらあれですけど、僕がなかなか全部のねスケジュールで稽古参加できなかったんで、スコップで代役で稽古やってもらえるように、もう野口くんが、もう本番はだってスコップの役やらないのに、スコップのセリフ全部歌も歌ってくれて、ありがとうございました。とんでもないですね。じゃあ、そう、でもね、もともとはその代役っていう役だけだったけど、その頑張りが認められて、あ、なんと出番ももらえたんだね。はい、出演させていただくことになる。そうなんです、すごいじゃん。それは藤森さんのおかげ。ジョージアンダンサーも日本に出てきた唯一の男で、応援してあげてくださいよ。このずっと藤森さんの近くでちょろちょろしてて、なんかあるたんびに俺もずっと野口君と行動してる。そう、飯食うぞ。必要ないところまで藤森さんのお世話になっちゃいました。勝手にちょっと兄貴肌出しちゃってましたよ。ごめんね。慎吾の兄貴って呼ぶようになっちゃいました。後半マッサージがめちゃくちゃうまい。ああ、隠れた特技ですね。もう何度もね、野口君のマッサージに救われまして。いや、僕のマッサージは藤森さんだけのものなんで、藤森さん以外はマッサージしません。いや、やってたよね、宮さんのマッサージ。いや、いいんです、そんなに、そんな気まずくないで、大丈夫です。ありがとうございます。はい、今日も頑張りましょう。野口君、本当ありがとう。ガチの裏側ですよ。こう控え室がございましてね、俳優さんのいろんな、ここで早替えする人とかがいます。スコップの服、藤森さん専用。さあ、というわけでございまして、今日はこれからね、まあもう千秋楽の前日なんですけど、夜の公演でございます。まあせっかく出演させていただけることになった舞台、今日も
全力で頑張っていきたいと思います。この動画が良かったらぜひぜひ高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それともちろんなんですが、藤森チャンネルのチェックの方もよろしくお願いいたします。今回は概要欄にいろんなことを載せておりますので、それとね、動画じゃない日常的なことは Twitter で発信したりもしておりますので、そちらのフォローもしていただけたらとってもありがたいです。ワークショップとか僕の活動なんかを LINE 公式アカウントで流したりもしておりますので、ぜひ概要欄から登録してみてください。それでは私からバイバイ。野口帰る、もうこんなカンパニーいてらんでやってらんないよ俺。帰ろう。ちょっと帰る、落ち着いてください。はい、兄貴落ち着いてください。お世話になりましたもん。帰っちゃった、切れて帰っちゃった。取れた方すごいです。グッドホップ深追いするある日、チャンネル登録お願いします。バイバーイ。